おい、ちょっと高田起こせ、誰か。部活の待機部屋で横取っといてくれる。先にもう来てるやつ。おい。おい。遅かったなお前。おいです。ああ。いいよ。今日走んじゃね？いやー。いや今日走りあるよ。ある？ある。きっち。きっち。教科書の間から大事なプリント出てきて。歓喜するやつ、ねえ、ないとやばいよね。やばいと思う。ガチでやばいね、今日までだもんね。ああマジでねえよ。どっかあんじゃねえの、これ。それシャーシュー、あったあぶねえ、マジあぶねえ。マジで耐えてね、お前。マジ耐えたねえ。席替え直後の景色の違和感、大声で言うやつ。ちょっと待って、マジでやばい、ここマジ慣れないわ、全然慣れない。うこんなに違うんだね、やべえ。先輩に関する怪しい都市伝説。沢渡先輩いいんじゃん、うん、沢渡先輩って中学の時に暴走族入ってたらしい。マジ。うん、なんかでもう辞めたらしいんだけど、うん、当時は中学殴り込み行ったりとかして。え、他校とかってこと？他校とか。マジ。なんか大ちゃんが地元、大ちゃんの友達が地元近いらしくて。へえ。そうらしい。今別に全然全然そんなにないよ、マジで。昔マジヤバかったです。付き添わせたいやつ。あ、俺ちぃあれだ、うん、あの職員室に昨日休んだからさ、プリント取りに行かなきゃいけないんだ。ああ、ちぃがね頼むわ別にいいよ、マジ来て。あ、ついでにトイレ行かね。あ、いいよ。あ、オッケー。部活着に着替えた後、ちょい寒くてその上からブレザー着る。キモい状態。時間あるよね。あ、大丈夫。やべ、食いすぎたかもしんない。これ動けねえんだ。ちょっと飲みようか、行かない。あ、行く。おはようございます。